はい、おはようございます。カバパです。もうなんとね、3年ぶりぐらいに、筑波山に来ました。ここで今回のコース概要をお話します。筑波山ですが、古くは万葉集にも読まれている名山です。日本百名山にも選定されてますが、標高877メートルと百名山中最も低い山です。登山道はいくつもありますが、よく登られているのは上の2つのコース。1つは御幸ヶ原コース、この赤いラインのコースです。そして今回僕らが登るのはこちらのオレンジ色のコース、白雲橋コースです。筑波山神社の脇から入山して頂上の女体山まで登ります。その後御幸ヶ原まで降りて、珍しく僕が朝食を作ります。それでは2時間20分の山旅に出発です。鳥をくぐるとね、こんな鬱蒼なこれね、 GoPro だから明るく映ってるかもしれないけど、これ結構暗いっすよ。これ怖いぐらい。肝試しみたいだよ。ほんとね、実際暗いから。お、はい、ちょうど7時ですね。ここが左がね、白雲で、右がつつじが丘の方かな。あ、そうそうそう、ね、左の白雲橋コース。時間がですね、2時間ぐらいかんかな。はい、こっち行ってみたいと思います。白蛇弁天だって。白蛇弁天、こっちだね。まあ僕ね、蛇年なんで、まあ蛇に馴染みはあるんですけど。はい、ちょっと簡易的にね、パンパン、今日はよろしくお願いします。お邪魔します。いやー、よく晴れたわ。暑くなりそうだね。寒くないかね。出た、天国ゾーンだ。初の下りじゃないこれ、白雲橋コース。まあ地獄の登り返しが待ってそうだけど、いや楽だわ。はい、あと女体山まで1キロ。でかっ。
でっかい、何この木。すごいね。おはい、8時13分弁慶茶屋跡ですね。よし行こう、はい、じゃあこっからね、女体山は大体1時間ぐらいかな。はい、行ってみましょう。うわ、巨木の次は巨石だね。ほんだね、これは名のある岩だね。弁慶七戻り。頭上の岩が今にも落ちそうで、弁慶がビビったってか。え、どれ？これはビビるわ。母の体内くぐり。おお、生まれました。生まれたね。はい。人間で言えばね、変人鬼人ばっかだね。いいなぁ、これ気持ちいいな、この尾根歩きは。また出てきたね。本当だよ、まあ、奇岩というかね、巨岩が絶妙な感じでこう折り重なってる感じ。北斗岩、北斗星のように決して動かない。なるほど、なるほどね。まあ、人という字だね。はい、ここからね、また急登があるんですけど、多分ここぐっと登り切ると女体の山頂だと思います。おお、来た、久しぶり、4年ぶり。はい、筑波山877m。 おお、
すごいね。高度恐怖症なんで。あっちは団体さんだね。降りましょうか。いや最後の登りはねまずきつかった。女体山の山頂を降りて、で今から御幸ヶ原の方に向かいます。センスねえな。チーン。いやーどうしようかな、今のシーンカットしようかな。夫婦で。ラッキーのラの字もないという。御幸ヶ原に降りてきました。いや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 、はい、今日はよっちゃんとしっちゃんとつくばです。グッ。ご飯をね作っていきたいと思います。はい、今日はねカブパパサンドを作ります。ビクトリノックスのクッキングナイフです。超切れるやつ、性能は最高ですね。まあ、波板になってるんで、まあ、野菜から肉からね、何でも切れます。また先端が丸くなってるんで刺したりすることは難しいですけど、まあ、バターナイフの代わりにも使えますね。すごいね、すっぱり切れちゃった。すげえ切れやすい。パスパティ。はい、すごい作ってもらっちゃったよ。
感じ、うん、食ってみて全部美味しい素材だよまだね、パンしか届かなかったはい、そういうことでございまして、筑波山ね、久しぶりに登ってきました。帰りはね、ケーブルカーで、まあ、前回もそうだったんですけど、まあ、楽して降りてきちゃいました。今回はナイフでいろいろ素材を切ってね、簡単なサンドイッチを作って山頂で食べたりして、まあ、今までとはねちょっと違った、まあ、趣で、動画を撮ってみました。まあ、ということで筑波さんの、ね、動画終わりにします。はい、今回もご視聴ありがとうございました。カパパでした。